さあ攻守方向変わりまして、三重ファイヤーバードメインスタンドから向かって右から左に攻める形に変わります。これより第2クォーターに入ります。さあ再び中央へのランプレーを敢行しました。今度はテイルバックに13番を入れまして、スピードに乗って中央を切り裂かんとするところでしたが、しかしこれは佐藤建設が踏みとどめましてノーゲインとなっています。三重ファイヤーバードサードダウンに変わります。三重ファイヤーバードサードダウン7。ここで三重はオプションプレーを選択しまして、ランニングバックにピッチをしましたが、この時にピッチが乱れボールがファンブルしました。この落ちたボールをリカバーしました佐藤建設28番、一気に相手エンドゾーン近くまで返しまして攻撃権奪取です。佐藤建設ファーストダウンに変わります。見事に対応しましたのは佐藤建設スタンディングベアーズの28番のプレイヤーでした。28番板野、素晴らしい対応でした。さあこれによって佐藤建設相手陣3ヤードからの攻撃に入ります。佐藤建設ファーストアンドゥーゴール。パス不成功、パス不成功となっています。ここを一気にパスでタッチダウンを図らんとワイドレシーバー13番に投じましたが、これは三重がパスカバーしておりましてパス不成功となっています。ダウン一つ失ってセカンドダウンに変わります。さあしかし佐藤建設有利な状況には変わりません。相手陣3ヤードからセカンドダウン2ゴール、2回目の攻撃に入ります。ナイスラン、タッチダウン。今度はランプレーで突破しました。託されました20番、そのまま一気に中央切り裂きましてエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。佐藤建設着実にタッチダウン重ねまして、さらに6点追加としています。鮮やかにタッチダウンを決めましたのは20番の井上でした。摂南大学出身。もがい様、メッセージありがとうございます。佐藤建設67番、非常に躍動感があって非常にいいという評価をいただいております。ありがとうございます。このトライフォーポイントは失敗となりました。しかし佐藤建設27点、三重ファイヤーバード0点、リードを広げる形に成功しております。佐藤建設の67番の選手は宮川ですね。オフェンスラインマンですが、チームの柳井骨を支える素晴らしい活躍を披露していると思います。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画が実現したことにより、この会場にお越しいただくことがかなわない方々、ご病状のお持ちの方や海外の方々にもこの試合をご覧いただくことが可能になりました。できる限りアメリカンフットボールを多くの方にご覧いただきたいと、この今後もこの企画を継続したいと思います。何卒ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ着実に得点重ねる佐藤建設のキックオフです。これはナイスリターン。三重ファイヤーバード81番、右オープン大きく展開しまして自陣40ヤードを超えたところからの攻撃を得ます。これは見事なリターンでした。三重ファイヤーバード81番はフル、山形大学出身のチームのキャプテンです。
さあ三重はこのキックオフリターンで、状況を覆すきっかけが得られましたでしょうか。ボールオンは自陣41ヤードにあります。この位置からの三重ファイヤーバードファーストダウン10。ここでイエローフラッグが投じられました。審判団から黄色いウエストが投げ込まれますとイエローフラッグ、反則発生を意味します。これがどちらの反則にあったか、まもなく審判団からコールされます。デッドボールファール、アンスポーツマンライクコンダクト、佐藤圭介スタンディングベアリー97番、ボール転倒しているので15ヤード前進してファーストダウンを行います。佐藤建設にアンスポーツマンライフコンダクト、スポーツマンにふさわしくない行動がありました。この反則はモラルに関することですので非常に重大な反則として扱われます。ペナルティは15ヤード、従いまして自動的に攻撃が更新される形になります。三重は15ヤード前進して攻撃権更新です。三重ファイヤーバードファーストダウンを獲得しました。アメリカンフットボールは球技ではありますが同時に格闘技としての素養も持っております競技です。それゆえにその、メンタルコントロールといった部分も大きな要素になってまいります。チームタイムアウト、三重ファイヤーバード前半1回目です。ここで三重ファイヤーバード前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半に3回ずつタイムアウトを取ることができます。まず三重はこの状況を一旦整理するためにタイムアウトを入れた模様です。この配信は X ウエスト、X3 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。多くの企業様そして個人様のご寄付によりましてこの企画は実現いたしました。そのご厚情大変感謝申し上げます。現在もこの企画は募集しております。この配信しております YouTube の説明概要欄にその申し込みとなりますショッピングカートの URL ございます。こちらで様々な項目ございますがこの企画にご同意いただく内容ございましたらぜひご協力をよろしくお願い申し上げます。さあ試合再開です。三重ファイヤーバード相手陣44ヤードからの攻撃ファーストダウン10。これはナイスランです。何に曰く27番中央切り裂きまして約6ヤードから7ヤードのゲインに変えています。見事なランを披露しましたのは三重ファイヤーバード27番の三本杉、東北大学出身のチームのバイスキャプテンです。さあ三重ファイヤーバードセカンドダウン4、再び中央を掴んとしましたがこれは佐藤建設押し返します。このランプレーを佐藤建設77番19番殺到しましてこのラン1ヤードロスに変えています。佐藤建設素晴らしいディフェンスも披露しております。77番は石橋です。さあ三重このサードダウン4を突破なるでしょうか。ここでダイブプレーを投入しました。フルバック25番の突進力に期待したところですがしかし佐藤建設譲りません。フォースダウンに変わります。フォースダウン3の状況ですが三重はどのような選択をするでしょうか。フォーメーションを変えました。パントフォーメーションを取ります。パントはキックによる、攻撃放棄となります。しかしそのキックによって陣地挽回を図ります。
このパントはコントロールされ佐藤建設陣11ヤード付近で止まりました。この位置で攻守交代となります。三重ファイアバード、この攻撃も得点至りませんでしたが、陣地押し返す形には成功いたしました。紅茶家電様、メッセージありがとうございます。スタンディングベアーズの井上兄弟頑張れ。そうですね、先ほどからクォーターバックの井上選手、他にも、もう一人ランニングバックの井上選手ですね、この二人が兄弟のようですが、共に非常に活躍をしております。こちらの兄弟プレイヤーの活躍にもご注目ください。さあ、攻撃は佐藤建設に変わりました。ボールオン自陣11ヤードから佐藤建設ファーストダウン10。ナイスラン。ランニングバック9番、ハンドオフを託され左オープンに展開。相手のディフェンスの隙間を見事なステップワークでかわしまして、約6ヤードのゲインとしています。まず最初のプレーはエースランニングバック9番の上野に託しました。龍谷大学出身のプレーヤーです。佐藤建設セカンドダウン4。パス不成功。今度はパスプレーによって状況打開を図りましたが、このパスはレシーバーキャッチミス。パス失敗によりましてサードダウンに変わります。佐藤建設サードダウン4。さあ、3回目の攻撃です。三重はなんとかここを封じたいところですが、叶いますでしょうか。佐藤建設このまま突破するでしょうか。さあ、ダイブプレーですが、攻撃権更新です。佐藤建設ファーストダウン。この距離を佐藤建設ダイブプレーで突破しました。見事ダイブで突破しましたのはランニングバック3番の佐藤です。一橋大学出身、そしてチームの代表でもあります。さあ、攻撃権をリセットしました佐藤建設。ボールオン自陣23ヤードからファーストダウン10。これは三重ナイスディフェンス。再びランプレー投入しましたが、これを三重ファイアバード32番、そして16番でしょうか、素晴らしい切れ上がりを見せまして、このランを阻止しております。約1ヤードロスに変えました。三重ファイアバード16番は下手、鳥取大学出身、32番は大久保ダニエル、桐生高校出身です。失礼しました、稲尾高校出身です。ナイスディフェンス。しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しています。さあ、先ほどは佐藤建設のパスプレーでしたが、ここで反則がありました。この判定をまもなく審判団コールします。ハンドオフ地点より佐藤建設オートマチックファーストダウンです。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手を接触妨害しました。前パスが浮いている間は双方ともにそのパス補給ルートを接触して妨害してはいけません。この反則により反則発生地点まで前進して佐藤建設ファーストダウンと変わります。従いましてファーストダウン佐藤建設です。パス成功。クォーターバック7番、右に展開した。失礼しました。判定が変わったようです。パス不成功の判定となった模様です。
31番にパスを投じましたが、わずかにショートしていた模様です。31番ダイビングキャッチ試みましたが、この時にボールが地面についていたことでパス不成功の判定と変わりました。佐藤建設セカンドダウンの攻撃に変わります。パス成功。ナイスキャッチ、ファースター。クォーターバック7番プレッシャー来る中、右にスプリントアウト、そこからワイドレシーバー13番にパスを通しまして攻撃権更新です。佐藤建設ファースター。見事なパスを投じました。クォーターバック7番は井上、大阪公立大学出身。取りましたのは13番ですね、大阪市立大学出身のプレイヤーです。校名変わっておりますが、同じ系列校によりますコンビネーションがここで機能しております。さあ攻撃権更新し、佐藤建設自陣48ヤードからのファーストダウン10。このパスは不成功。再びパスプレーにより突破を図らんというところでしたが、これは三重がプレッシャーをかけましてパスがショートしました。パス不成功でセカンドダウンに変わります。非常に緻密な戦術を組み立てるアメリカンフットボールですが、同時に格闘技、そしてその圧力といった部分のメンタルの部分も大きく作用する競技でもあります。この知性とそして精神力を問われる部分、その双方をご注目ください。佐藤建設スタンディングベアーズセカンドダウン10。パス不成功。これもナイスディフェンスです。クォーターバック7番、奥に走り込んだ16番にパスを投じましたが、わずかにミスリード。その一瞬の隙をディフェンスがカバーしておりまして、パス不成功となっています。佐藤建設、ダウンを1つ失ってサードダウンに変わります。さあサードダウン10の状況、佐藤建設突破なるでしょうか。ボールオンは自陣48ヤード。これは三重ファイアーバード、ナイスディフェンスです。この距離あえてランプレーで突破を図ろうと26番にハンドオフしましたが、ディフェンス譲りません。1ヤード、ゲイン1ヤードにとどめてフォースダウンに変えます。佐藤建設フォースダウン9。佐藤建設プレーを実施します。フォースダウンギャンブル、9ヤード突破しないと攻撃を失いますが、さあどのようなプレーを展開するか。パス不成功。ここでパスプレーにより突破を図りました。ターゲット13番でしたが、わずかにパスが低くキャッチできず、パス不成功となりました。4回目の攻撃失敗という形になりましたので、攻撃権変わりまして攻守交代です。三重ファイアーバードに攻撃権移ります。さあ三重ファイアーバード、結果的に相手陣49ヤードからの攻撃に入れます。残り時間前半は1分50秒という状況ですが、果たして叶いますでしょうか。まずランプレーを投入しましたが、これは佐藤建設のディフェンスが殺到し、このランを2ヤードロスに変えています。このあたり佐藤建設伝統の強力な守備が機能しています。圧力をかけましたのは佐藤建設の97番の赤澤でした。さあセカンドダウン12。ここでダイブプレーを入れます。
キャリア27番の突進力によって約2ヤードゲインに変えました。三重の27番は3本菅、東北大学出身のプレイヤーです。三重ファイヤーバードサーダウン10。佐藤建設ナイスディフェンス。ここでランニング枠にトスをしました。右オープンスイーププレー、相手をまくるように外オープンを展開しようとしましたが、佐藤建設ディフェンス陣が殺到しまして、このランを阻止しております。三重ファイヤーバードフォースダウンロングの状況に変わります。ここでホイッスル、前半終了。ここで前半の時間がなくなりました。前半終了となりまして、佐藤建設スタンディングベアーズ27点、三重ファイヤーバード0点、佐藤建設が大きなリードを取る形で前半戦終了となりました。